になりたいんですが、すでにお正月も過ぎてもう1週間以上経ちましたね。けいちゃんとのお別れをしなきゃならない時が来ます。今から出棺の準備をしますので、一度じゃあこちらを、はい、こちらここまで開いていただいて、はい、お隣の部屋でお休みいただきなり、ちょっと一度、最後にごめんなさい、一生懸命演奏してくれたバンドの皆さん、それから音響さん、そして映像さんで舞台監督さんに、おかげさまの影の力に大きな拍手を送ってください。本当に皆さん、ありがとう。ありがとうございました。